秋田県公文書館は、秋田県の公文書を収集、保管し、一般に公開することを目的とする機関及び、その施設。公文書館法に基づく公文書館。平成5年設立。秋田県立図書館との併設であり、現図書館と共に開館した。平成5年11月2日、東北で最初の公文書館として開館。 公文書館制度普及のため精力的な活動を行っており、全国の文書館の中でも先進的な館の一つとして有名。秋田県公文書館の役割は、歴史資料として重要な秋田県の公文書、古文書等を保管するとともに、一般の閲覧に供することにより、県民の調査、研究、政策の立案などに役立てることである。その所蔵資料は、 公文書と古文書に対別できる。秋田県公文書館は、これら資料による調査、研究も行っているほか、一般からのレファレンス、古文書相談も受け付けている。明治4年の廃藩地検から現代までに作成された秋田県の公文書を対象とする。秋田県の各機関で作成された公文書は、保存期間が終了するまで当該期間で保管されるが、 保存期間が満了した公文書は直ちに廃棄されるのではなく、秋田県公文書館に引き継がれる。秋田県公文書館では、この公文書を整理し、構成歴史資料として重要になるかを評価、選別して廃棄、または保存の判断を行う。その後、公開することに支障がないかどうかを検討した上で、閲覧に供するという仕組みである。 これにより現代の公文書も将来に伝えられる。秋田藩政に関する資料を中心に、秋田県内の地方文書など合わせて、およそ6万点の古文書資料を所蔵している。かつて、秋田県立図書館、秋田県立博物館、秋田県庁地下書庫で、それぞれ保存されていた資料が中心。秋田県公文書館では、クラウド型デジタルアーカイブサービスを利用し、 インターネットでデジタルアーカイブを提供しているデジタルアーカイブ秋田健康文書館ありがとうございます。